シャッスーな中です。今回はね、こちらのナイフ縛りでーそう。うわー、ちょっと危ね。おいー、おいはぎ縛りですよ。今回はそうです。そうなんです。ここのね、中に来ねえかな。うわ。待って待って、これ。あ、来た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 。おお、熱い。ほら、よし、バレてない、バレてない。待って待って。うわっ。わあ、ナイス、いいですね味方。とりあえず、わあ、やばい、ちょっと、お、ちょちょ、ま、ま、ちょ、あ、きつ。これどうしよう。2匹いる、2匹いる。あ、待って待って待って、こっちから回って、おお、うわあ、くそ、マジか。待って待って待って、こっち行ける、こっち行ける。あ、待って待って待って、ほら、よし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 、ゲット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 。おーい、なんだおめえ、またショットガンやってんのかよ、起こせよ。らいいですね。あー、いいですね、素晴らしい。いや、待って待って、それきちい、それきちい。あ、きしょ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 、もうくそ、気色悪いなあいつ。絶対あれだろう、根に持って、あー、これはやばい、バーヤイ、バーヤバーヤ。これはどうしましょうか、味方と。いけ、うお、ナイス、うい、当ててこいよ、らーちらちら、待て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 、おれー、ブニーゲット、いいっすね、サウグゲット。この、あー、バレてっかな、バレてんなー、だこれきついなー、ちょっとこのね、追いはぎ縛りの大事なところは一人ずつやっていくことなんですよ。だからね、敵を見つけても一人やって早々と装備ゲットして、そう、これこれこれ大事、これ大事、これ大事ですよ。あぶね、待て待て、任せろ。オッケー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 、取りに行け、ダッシュダッシュ、オッケー、ナイスー、いいね、そう、これ大事。そうなんですよ、あのね、闇雲に敵をキルすればいいっていう話はないところが今回のね。わー、待って、どーん、違う、これは違う、これはあのあれですね、重なった 2-in-1。 おいおい、いいね、これ多分警戒してますよ。あああ、いや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 、いや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 、もらっちゃ、お、あぶねえなあ。いいですね、待って待って、これ回復させてください、素晴らしい。待って、味方も強いけどな、意外。おー、ちょちょちょ、待って待って待って、これをこれを、あ、待って待って待って、あ、なんだなんだなんだ、ヘルストームか。びっくりしたぞ今。ちょっと待って、スモーク行くぞ、でスモークを投げたんだが、これどうなんだろう。うわー、敵いそう。いや、待って、おい、なんだよこの武器、ランパかよー、マジかよー。ブレイドになってやる、これは。これ絶対こっくる、あ、ちょっと待って、こっちこっちこっち、新三国元始まるぜ。うち、まずは1キル、こっちだ、うりゃ、逃げる。これね、あー、痛い、ちょ、こっちじゃない、こっちだ、走れ走れ、はい、ゴロリンしよう、あ、ゴロリンしよう、ゴロリン、なんで俺なんだよこいつ。くっそ、マジか、くそ、ブレイドいけたと思ったんだけどな。なんかこれまたこっち、わーい、湧いてくる、怖っ、いけ、ワンコ、味方が強い。今回味方超強えな。あ、ワンコ死んだ、待てよ、これこれ、この、え、いいね、敵みんないね、味方が強え。味方が強え、あー、やられたるやられたる、あ、これでも敵突っ込んでこないだろうな、これは分かりますよ私。
敵の立場だったら今のこの状況って絶対絶対突っ込んでくる。あらあらあら、あそこあそこ、はぐれみたいに来た。ここでここで、うーん、村取り、うーん、死んでる。うーん、味方強えよ味方。ちょっと待って、強すぎて何もすることないぞ。おい、終わったーという感じで今回は追いはぎ縛りをやってまいりました。いやなんだろうこれ。ちょっとなんかあの追いはぎ縛りやったけど、まあ絶対尺余るからちょっと適当にチームデスマッチやりますか、さらっとね。はい、というわけで後半戦はちょっとね雑談混じりでやっていきたいと思うんですけど、今回はねそうですね、東京ゲームショーについての話と趣味についての話、それをね2点やっていきたいと思います。趣味については趣味の見つけ方ですね、それをちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まあ、まず1点目の東京ゲームショー、これがですね今回東京ゲームショーのね開催が、まあ、一応開催されるんだけど形式が変わりました。今回の東京ゲームショーはなんとねオンラインのゲームショーということで、まあオンラインというわけでどういうことかっていうと、番組みたいにするみたいですね。ゲーム会社をこう集めてこう発表会をするみたいな、そういう形らしいですね。で、期間は9月23日から27日の5日間行われるらしいですよ。まあ僕もね東京ゲームショーどうなんだろうな、ちょっと厳しいかなと思ってたんですけど、まあこういう形でね、まあ今の時代にちょうど合ってるとは思いますけどね、正直。いろいろなところで、まあトレーラーとか体験版とかっていうのはみんな配布されるようになって、オフラインイベントでゲームを発表する意味っていうのがちょっとずつね薄れていってたんですけど、まあ僕はでもオフラインでこうね、例えば体験版にない部分だとかそういうところがこう触れる機会、まあ体験版にない部分を触れたりとかそういう機会がね、なくなるのはちょっと寂しいんだけど、まあ今回はもう致し方ないですよね、状況が状況なので。オフ会としてもね結構ね東京ゲームショーって皆さん使ってたと思うんですけど、ちょうどいい場所にありますしね、あそこら辺は。あれでも幕張だっけ、あっちは。まあアウトレットあるからねとか言って、アウトレットあるからねじゃないか。まあ、仮のアウトレットね、行ったことないんですけど、どうなんですかね、あれはね。一回行ってみたいなと思うんだけど、まあそれは置いといて。で、趣味の話ですね。これ趣味、こういうね、今回イベントごとは、中止になったり延期になったりしてるじゃないですか。僕もつい最近、シンフォギアライブのイベントが延期が決まってね、全額払い戻し、そしてみんな再抽選という、なんでしょうね、結果になったんですけど、まあ個人的にもう一回頑張って当てようっていう感じにはなったんだけど、それでもやっぱ残念だから。そうなんですよ、だからイベントとか野球とか、まあそうスポーツ観戦もイベントのうちに一つ、まあうちの一つですけども、そういうねライブとかっていうところにもうねドハマりしてた人たちにとってはもうだいぶ今年はね辛い出来事が多いじゃないですか。もう中止だったりね、そういうことが多い中なので、これで皆さん趣味を新しく見つける機会に変えてみてはどうでしょうかっていうのが今回の趣味の話なんですよ。趣味ってでもね簡単に見つけようと思うと、こういろんな趣味って検索するとランキングとかってあるじゃないですか。ぶっちゃけあんなのね1ミリも1ミリもって言うと言い過ぎかもしれないけど、僕はねああいうの頼りにならないです。趣味の見つけ方っていうのはまず自分の好きなことを知らないといけないですから、例えばイベントに参加してる人とかだったら、まあ僕だったらね、ナナさんが好きってことはナナさんの歌が好き、歌が好きってことはその歌をいかにいい音で聞けるかっていう、そういうねオーディオに行くっていう、そういう関連付けたことをね趣味にする方がいいですよ。なので自分が例えばそういうねライブが好きとかアーティストさんの歌が聴くの好きとか思ってる人は、今年まあ新しい趣味として、まあ僕の趣味に似てるんですけど、オーディオだったりそういうところにね進出してみるのもどうでしょうかっていう話ですよ。はい、なかなかねこれは面白いと思います。まあそのオーディオもね結局は何でしょうね、家の中で聞いたりとかっていう、まあ結局使わなくなることもあんまりないので、
そういうブルーレイとかね、そういうの見てるとね。だからそれを例えばプロジェクター一式買って、なんかこうシアターシステム組んでとか、そういうのもね結構楽しいんですよ。なので皆さんにね、いろいろ自分の趣味っていうのは、自分のまず一番好きなことがあって、それにこうね関係するもので広めていけば、趣味の幅っていうのはすごく広がってくるんですよ。例えばまあ極端な例で言うと、いやそんなのないよっていう、もうオーディオとかも全部やってるよって人は、その例えば自分が好きなアーティストさんがこうなんかやってる趣味を真似てみたりとかっていうのも結構ねこれ聞きますよ。はい、例えばロードバイク、奈々さんはロードバイクね、買ってるからみたいな、デローザ持ってるんですけど、奈々さんはデローザ買うとかね、うん、あれ二十何万くらいかするんだけど、はい、まあまあね、あのロードバイクは価格としては安いものではないけれども、趣味としてはね健康的ですごくいいんですよ。まあそういうところをね見つけるのも一ついいかななんて思ったりするんですよ。まあ全く趣味がない人って、ってか全く好きなものがない人っていうのは、自分のなんか気になることでもいいので、もうほんの些細なことでもいいんですよね。それはなんかちょっとこれいいなって思ったことから、どん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 連想ゲームみたいな形をどんどんね広げていくと、趣味の幅っていうのは非常に広がっていくので、ぜひともね、なんかこうでなくちゃいけないとか、こうじゃないと趣味と呼べないとかっていう、そういうなんか枠にとらわれてる人は、それを一回ね枠を取っ払って、自分のね好きなものを再確認するの、結構これねおすすめしたいと思います。いやこんにちは。結構ね趣味でこれをっていう風にね、結構ハードルを自分で作っちゃう人結構多いんで、そこはねハードルは何の趣味でもあれなんですけど、ハードルは低めでいいと思いますよ。好きか好きじゃないかというところで判別したらいいと思いますよ。本当に趣味っていうのはね、自分がそれを好きかどうか、そこだけですよ重要なのはね。嫌いなことが趣味っていうのはなかなかね、それ勉強みたいな感じになっちゃうから趣味とは呼べないよね、うん、そういうことになるので、自分の好きなところを探しちゃう、好きなことを探すっていうのはなかなかいいですよ。うん、まあいろいろとね、僕なんてゲーム好きだったら、それはもうゲームのねヘッドセットだったり、まあモニターだったり、あとは自分の座ってる椅子とかもね、最近はゲーミングチェアもいいかもしんないけど、長時間やると腰疲れるなって人はオフィスチェアを買ったりとかね、そういう派生もあるんですよ。まあ僕はオフィスチェアはね、エルゴヒューマンっていうメーカーを一押ししたいところですけどね。アーロンチェアっていう人もいるかもしれないけど、僕はヘッドレストが大好きなので、エルゴヒューマンみたいな、そういうこだわりがちょっとあったりとかね、いう感じですけども、これ全く腰が疲れなくなるのでいいですよ。ほんと 5,6 時間座ってても何ら疲れませんからね。そう、そういうところですよ。なんか安い椅子だとねすぐ腰疲れるんで、うん、腰が疲れるイコールいい椅子じゃないってことです。いい椅子、いい姿勢じゃないってことですからね。まあ、僕いい姿勢じゃないですけど疲れませんから。おお、ローリングこのでも LMG これ火力やべえな。あ、でも負けそうかこれ。おお、頑張れ頑張れ皆さん。まあ今回は雑談メインなんで、そこら辺はあんま意識してなかったけど、こっち来るでしょ。危険なレベルの放射線だ。おお、後ろ取られてた。結構ね新しい趣味を、まあ、見つける、空白だったなだけで終わるだけじゃなくて、なんか新しい趣味をねここで見つけたりするのもいいのかなって思ったりはしますね。はい、というわけで今回はそういうね東京ゲームショーとちょっとした雑談でございました。皆さんもね、いろんな趣味って極めれば極めるほど違うところにも活かせるので結構おすすめですよ。だから中途半端になんか広げてこうね三日坊主で終わるぐらいだったら、もうなんかどんだけこれ使ってんのぐらいのね、ちょっと引くぐらいな方がね、いろんなところに役立つので、はい、おすすめです。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。おい、あー、いいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーんって感じですね。
おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。